名探偵、コナン名探偵、コナンの登場人物赤坂博士赤坂博士は、週刊少年サンデーで連載されている、青山豪昌原作の漫画作品を呼び、それを原作とする、テレビアニメなどのメディアミックス、名探偵、コナンの作品に登場する架空の人物、米国版での名前はヒロシアガサをもじって、ハーシェルアガサ、アニメでの声優は、小型健一、少年時代を、 田中一生が担当する。ドラマでの俳優は、田山良城が担当。小学校は低単小学校出身。小学校6年生の時に初恋をしており、相手は2歳年下で、現在は有名なファッションブランドの社長である、房江キャンベル、木下。その後、奥歩中学校に進学し、東都大学工学部博士課程を卒業。幼児化した、工藤新一が初めて訪ねてきた際に、 彼から正体を知らされ、他人に正体がバレると、黒の組織に再び命を狙われて周囲にも危険が及ぶだろうと助言し、江戸川コナンのことを親戚の子として、毛利小五郎の家に預け、低丹小学校へ入学するよう進めて手配もした。その後、組織から脱走して新一を頼ってきたハイバライを保護し、現在では共に暮らす彼女を周囲から怪しまれないようにと、 コナン同様に低炭症に編入させている、江戸川コナンの協力者、工藤拓の隣人で、天才科学者を自称しており、コナンが使用している道具の製作者でもある、52歳という年齢設定、未だ独身である。なお、お尻のほくろには、毛が一本生えているらしく、本人以外で知っているのはコナンのみであることから、彼が自分が新一であると証明するためにこのことを、話した。 コナンの正体を最初に知った上、2019年時点で、コナン、ハイバラ、及び、オキアスワルの正体をいずれも知っているとされる、唯一の協力者的立場の人物である。工藤や、モートシーエとは、新一とランが幼少期の頃からの付き合いであり、変な発明品ばかり作るためか、若干呆れられてはいるものの、新一やランをはじめとする友人たちからは、 それなりに信頼されており、毛利心を赤さに対しては、敬語で話す描写もある。また、コナンやハイバラと少年探偵団の3人を遠くへ遊びに連れて行くのは、大抵、アガサである。少年探偵団からも若干呆れられたり馬鹿にされたりと振り回されることも多いが、基本的には、面倒見がよく穏やかな性格ゆえに実祖不動前に、慕われ、信頼されている。 コナンに探偵役をやらされることもあるが、彼の正体を知っていることから、腕時計型麻酔銃は使用されず、口パクでセリフを合わせている。そのため、口パクのない小五郎や鈴木園子のような不自然さは軽減されている。コナンが腕時計型麻酔銃を持参し忘れたことから生まれた。この方式は、その後に小五郎や園子のように警察から名探偵と評される。 ことに調子に乗り始めた節もあり、少年探偵団の前で、工藤新一に探偵術を教えたのは、わしじゃと言ったりしたこともある。名前の由来は、推理作家のアガサクリスティから、親類にクリスケという叔父と帝子というおばがおり、彼ら二人の名を合わせるとクリスケ、と、彦でクリスティとなる。また、本編には登場していないが、高木刑事と同世代と思われる孫娘を持ついとこがいる。 友人である映画監督の三上大輔からは、赤さ、めぐれ警部などの警察関係者からは、アリュウさん、それ以外の人間からは、博士、赤さ博士と呼ばれる。服部平次からは、赤さ博士、じいさんと呼ばれる。コナン作品の雑誌掲載、アニメ放映初期においては、当時のパソコンやインターネットの普及率の問題もあり、コナンからの依頼によって、 ネットサーフィン及び工藤優作が収集していた受験記事のスクラップファイルによる情報収集という面でも彼をサポートしていたがインターネットが普及して小学生でもインターネットや携帯電話を用いることが一般的になった近年の作品においては小学生であるコナンがアクセスすることが不自然な外国会員制のサイトによる情報収集を依頼されることが多い 劇場版には鈴木その子と並び全作品に出演している。また、1996年のアニメシリーズ開始時に系列各局で放送された番宣スポットのナレーションも赤さが担当した。名探偵コナン 40SDB のコーナー、勝手にあの方だ予想。で、第1位になったが、この説は作者により否定されている。頭頂は剥げ上がっており残っている紙もすべて白髪で。 年齢以上に老けて見られることが多い。赤さ自身は、わしは白髪で、じいさんのような要望だが、まだ52歳じゃよと自称している。めぐれ警部と同様に肥満体系であるため、灰原によって栄養管理の厳しい食事を取らされる羽目になっている。10年前は、まだ髪はふさふさで黒髪だった。劇場版、天国へのカウントダウンでは、十年後の顔を予想できる機会を試したが、 現在と変わらない顔だった。住所は東京都米花市米閣米花町2丁目22番地。庭付きの敷地に立つ研究所兼自宅は詳細な間取りこそ不明であるものの、作中の描写から最低でも地上2階、屋上、地下室まで備えた豪邸であることが判明している。隣人の新一は赤沙の住所について年賀状は手渡しで知るわけがないと述べている。 発明家として知られており、その技術はかなりのもので、バンダイという会社の関係者たちが赤座の頭脳を頼りに自宅を訪れており、多額の契約金と引き換えに発明品を共同開発、発売も決定していた。その一方、発明したメカの技術は秀逸ながら、弁当箱に市販のファックスを取り付けただけで、しかもおかずが本物という弁当型携帯ファックスなど、 発想を疑わせるものもある。今まで数多くの発明品を生み出してはそのほとんどが、コナンたちの手助けになったり、中には赤い周一の死を偽装する際にも役立っていた。公安警察の古や例からは、ミロクも顔負けの発明品と称賛されており、領域外の妹はアガサが制作した盗聴機について見たことのないタイプ。駆動時間は短そうだが、この形状でこの性能、 なかなか興味深い。と評している。また、ルパン三世 VS 名探偵、コナンザムービーでは、少年探偵団に持たせていたメカの数々を見た、ルパン一味がその性能に唸るとともに、それを子供たちに持たせることを非難している。いつか自分の発明で大儲けすることが夢。しかし、コナンによれば、作るものは、ガラクタばかりで自利品らしいが、皇帝住まいで自動車を所有し、 ハイワラを同居させていることからも、金銭面に困っている様子は見られない。親戚筋には、豪邸や別荘を持つ者がいる。実際に優れた発明品も多く、ものによっては世間に出回れば有名になれそうなレベルだが、発明品で特許が降りたような言及はしておらず、現在も本格的に売り出している描写などは、ほとんどない。そのため、発明家としての凄さは、赤さを、 博士と呼ぶ周囲の知り合いぐらいにしか知られていないことが本編でも示唆されている。コナンドリルでは家は地下があり立地も好条件な資産価値はかなり高いと見られ赤さが買ったのではなく親からの相続でおじの別荘の整理もしていることから一族の資産は独り占めで少年探偵団とよく出かけているのはレジャー関連企業の株主で優待験を持っている可能性や 発明品は、玩具性が強いことから、実用新案による企業との契約や、ベーカー外の亡霊で、新型ゲーム機の国運の開発にも関わっていることから業界では有名なゲーム作家かもしれない説を、提唱、特許料や開発協力などでも、大金を得て、悠々自的に暮らしながら生活のためではなく、遊び心を持って発明しているからこそいいアイデアが、生まれていると見ている。 コナンが身体能力でハンデを追いながらも、探偵として、凶悪な犯罪者と対等以上に渡り合えるのは、赤沙の発明した様々なアイテムによるところが多々あり、灰原もそう考えている。また、コナンからお礼を言われることもあるが、基本的には、ガラクタ扱いすることが大半である。発明品を身近な人だけでなく、近所や遠方にも提供しているが、 その大半は発明品がすぐに壊れたと、クレームが殺到したこともあり、耐久性に問題が多いことも示唆されている。また、新一当時のコナンが、メグレ警部へ、いつも妙チキリンな発明をしていると漏らしており、メグレと初めて顔を合わせた際にはそのことを聞かされて、メグレには苦笑いを見せ、コナンに対しては怒りをあらわにしていた。コナンたちに提供している一部の発明品には、 現実世界での法律に定触する可能性が非常に高いものがあるが、作中でそのことについては一切触れられていない。好物はレストラン、コロンボのスパゲティ。このことは前日のほくろの件と合わせ、コナンが自分の正体を証明するきっかけになった。操縦自由のや、とほほ、恐れ宿題などのダジャレを好む。劇場版では本編で、 少年探偵団にクイズを出すことが恒例となっているが、その個体のほとんどはダジャレである。若干の虫嫌い。写真や映像を見るのは平気であるが、アリの大群など動く実物を直接見るのは苦手である。自宅にいる時は、ワイドショーを見ている。ワイドショー好きである。赤澤博士の愛車愛車は、フォルクスワーゲンタイプ1で、作中ではほとんど愛称の、ビートルで呼ばれる。ナンバープレートは、 新宿500比164である、発明品であり、商品展開も行われたボイスレコチェンジャーの売り上げで、同じタイプの新車に買い替えた。しかし、話によっては故障で止まっていることがあるほか、テレビスペシャル、名探偵、コナン江戸川コナン失踪事件史上最悪の2日間、では走行中に、犯人一味の大型トラックの体当たりで壁に、挟まれて、 フレームが原型をとどめないほど損傷した上、助手席の灰原が破壊された扉から眼下の森へ落下するという惨事にもあっている。少年探偵団の引率役として彼らをビートルに乗せて様々なところに出かけている。小五郎は毎回毎回よく飽きずにキャンプへ行けるなという趣旨の発言をしているため、かなり頻繁に出かけていることが伺える。ありがとうございます。